キチャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、まあ本当にね、あのこの選手のおかげで仕事も増えて、はい、こちらも、はい、ありがたい限りですよ。あのお方ですか。あのお方ですよ。はい、もう分かりました。分かりました。はい、大谷翔平ではないですよ。ではないですよね。大谷需要も来てますけど、はい、全然。そうなんですか。そうそう、もう去年から、はい、もう大谷が活躍するたびに、はい、いろんなところで取材、出演、いろいろ受けてきましたけども、はい、今年はプラスアルファで、はい、佐々木朗希、ね、特集。あの完全試合の後、うん、もうなんかいつもまあ忙しそうですけど、さらに忙しそうですもんね、うん、そう、もう朝からね、はい、目覚めし8にも初めて出させていただきましたし、うん、モーニングショーも初めて、はい、まあ、出演ではないですけど連絡し取材受けましたし、はい、いろんなところで、うん、ね、佐々木朗希、はい、今ね、うん、大谷以上ちゃうかとかね、はい、多くの人が言うわけじゃないですか、はい、俺は比べるのはナンセンスやと思うけど、うん、メジャーに行ったらとかね、はい、どうなんのやみたいな、うん、でもですよ、はい、このままでは、うん、佐々木朗希、うん、メジャー移籍は7年か8年後です。え、そうなんですか。だから今21歳なんで、はい、まあ、29歳の時か、はい、30歳の時です。なんでなんでですか。大谷選手ってもっと早く行ってますよね。そうそう、大谷が、はい、メジャーに移籍したのは、うん、多分6年目かなんかの2017年の12月にポスティングです、はい、20何だから今から5年前です。5年前か、はい、あ、じゃあだいぶ早いですよね。そうそうそう、多分2624とかそれぐらいか、そのぐらいですよね。でも今から、まあ、このままいけば佐々木朗希は、うん、まあ、メジャー移籍、まあ、29か30か、うん、まあ、28、29、30、20後半ぐらいだね。要するに海外 FA 権だからとかですか。でもポスティングでいけますよね。まあまあそうだね、はい、だからまあね、これまでポスティングを使った選手で成立したのがね、はい、2020年有原、はい、で19年筒香、うん、山口翔、うん、で18年菊池雄星、はい、で17年が大谷で牧田、うん、で15年が、前田健太、うん、で11年が、中地、青木、ダルビッシュ、うん、で10年が岩隈、西岡、はい、で2006年井川とか岩村、松坂、うん、っていうところがね。で、まあ、石井和久さんとか大塚さんとか、まあ、イチローさんもポスティング、うん、はい、中村のりさん、森進二さんとかもポスティングで行ってますけども、ポスティングって何年経たないととかないですよね。でポスティングは、はい、まあ、一つの要素としては球団が主導なんで、あ、球団の許可がいるから選手だけの力ではいけないですね。あ、そっか、選手だけの力で行くには FA、はい、まあ、簡単に言えばポスティングはメジャーからの入札、今制限あるんで、それでも数十億円が入札制度でもし高かったら行われて、うん、でそれが球団に入って、でプラスアルファ選手と契約だから、はい、球団もその選手を、まあ、売るんだね、うん、まあ、分かりやすく言えばね、はい、メジャーに売って、うん、あの収入を得るのがポスティング、はい、FA 取った場合はメジャー移籍簡単にできるんですけども、うん、でも球団に1円も入ってこないんですよ、はい、何も、うん、こう海外 FA は、うん、国内だとその人的保障とか、はい、年俸の 80% とかあるんですけど、うん、メジャー移籍は何も入ってこないんで、はい、だからもう本当ただ売りみたいな感じですね、うん、本人が権利を持ってるからそれを、ね、そうそうそう、はい、できるっていう。で、FA 権っていうのはメジャー全球団と交渉できるんですね、はい、でポスティングっていうのはその入札制度で行われて、うん、その入札を取った球団から、昔は1球団しかダメだったんですけど、今はちょっと複数球団できるらしいんですけど、だからその限られた球団の中でしか交渉できない、はい、けど FA 取る前に行けるのがポスティング、うん、もう全て自由に行けるのが FA、うん、はい、っていうのが大きく違いがあるんですけど、うん、まあ、このまま行ったら、まあ、もしこのままうまく育っていってね、はい、元気で育っていっても今のままだったらもう30前しかメジャー行けないです。じゃあちなみにもう一個、海外 FA 権って条件って何ですか。9年です。9年、はい、あ、ってことはで9年ですけど、はい、その佐々木朗希は去年とか投げ抹消とか はい、されてるんで、うん、1年150日換算で1年なんですよ、はい、で150日自分に在籍しないと1年ってなんないんですよ、うん、で今年は多分1年になるんですけど、はい、多分まだ2年になってないんですよ。そっか、今年全部やっても1年と何日やと思うんですよ、はい、だこれが9年分、だから150の9だから、うん、1350日行かないといけないです、はい、その代わり1年の上限は150日なんですよ、うん、っていうのを、はい、
やらないといけないんで、はい、今のままだったら10年かかるっす FA 取るのに。そう、入団から。そっか、そうですね、うん、だから今から佐々木朗希投手が、まあ、今年みたいにうまくいって、うん、こう海外経験取るとしたら今から取るとしたら今年から多分10年、うん、今年21歳だから、はい、多分30歳の年だね。30歳、はい、31歳になる年に FA、 元気でいけば海外 FA 権は取れると、うん、9年だから30歳だから10年かかるからね、はい、あ、入団してからはだから、うん、まあ30歳の時かな、うん、29か30の時ぐらいに取れる。へえ、でもポスティングは、うん、別にいつでもいける。いつでも球団の了解が得ればね、許可を出せばいける。じゃあもしかしたらそのもうちょっと早く、うん、あの もっとこうなんか息がいい25、6歳とかでじゃあ球団 OK って言ったらいけるんじゃないですか。まあ、いけるんだけども、うん、過去の例を見てると、はい、ある一定の条件を満たさないとポスティングってさせてくれないの。で、一つの条件は、はい、うん、FA の取る1年前、あ、1年長くあのいたら FA でいけるけど、はい、でも球団に1円も入ってこないから、はい、1年早く行かしてやるけどポスティングどうですかみたいな。あ、なるほど。で、本人としては1年でも早く行きたいじゃん、はい、だからポスティングでみたいな、うん、そしたら球団にもお金入ってくるし選手も1年早く行けるし、うん、まあウィンウィンだね。いいですね、うん、もう1年待ったら選手はフリーで全球団と交渉できるけど、はい、球団に1円も入ってこないんで、うん、海外 FA を取る1年前にポスティングどうですかって行けるパターンが結構多いんだよ。あー、なるほど。はい、で、基本的には巨人とソフトバンクはポスティングしないから、うん、はい、お金あるからね。はい、そうなんですか。だからそのお金のメリットをまず感じるじゃんね、はい、それを、はい、まあ、選手の夢を応援っていうのもあるけども、お金のメリットをやっぱり最大限に考えるから、はい、でもソフトバンクと巨人は基本ポスティング禁止なのに、はい、2020年に菅野がポスティング申請して、うん、上原さんが俺の時行けなかったのに、はい、ポスティング禁止じゃなかったのに、ね、なんでそんな話変わってんねやみたいな感じのなんかコメントみたいな。上原さんは海外政権で行ってるわけですね。もっと早く行きたかったけど、はい、ポスティングダメって言われて、うん、だから松井秀喜さんとこも FA で、そうか、うん、はい、行ってて、うんうんうん、で山口は FA で巨人行った時に、はい、その何年後にポスティングはもう条件として行ってるから、はい、なんか渋々ポスティングみたいな。だそれがまあ一つ、もう一つ、うん、こっちが一番重要なこの条件をクリアしないとポスティングしてくれないんですよ。はい、冗談だと思います。チームが優勝する。正解です。うわ、本当ですか。チームを優勝させると、うん、だから過去の見てでも、うん、じゃあ菅野もね、うん、まあ、優勝させたじゃないですか、はい、まあ、西川もポスティング不成立だったんですけど、うん、日本ハム優勝させてますよね、はい、で山口もそうだし、うん、はい、で菊池もう不成立だったんですけどポスティング、はい、でもカープ3連覇優勝させてるじゃないですか、はい、うんうん、で筒香が唯一 DeNA で優勝させてないんですけど、はい、ポスティング、うん、でもこれはどうなんだろう、調べたらひょっとしたら FA 権取る1年前だったかも分かんない、ね、あ、そうですね、調べたらね、ちょっとまた調べた、うん、で菊池雄星も西武で優勝させてるし、はい、大谷も日本ハムで優勝、うん、でマイケンもあの優勝じゃないですか、はい、でマー君も優勝して、そう、私もそれで思ったんですよ、うん、2013年優勝して杉野氏行ったので、うん、あ、そこかなと思って、でダルビッシュも優勝っていう、はい、でまあ、全員が全員じゃないけど、うん、基本的には優勝したらいけるのよポスティングは、はい、それはやっぱりチームがもう優勝まで貢献してくれてありがとう、もうあとはじゃないですけどもう好きなところに行っていいよっていう感じなんですか、うん、そうそう、だってまずはその選手をなんでドラフトで取ってきたかってことを考えた時に、うん、はい、チームを強くするために、うん、チームを優勝させるためにその戦力を取ってきて育て上げて成果を出したいんだよね、うん、はい、だからただメジャーの牧場じゃないわけ、はい、メジャーに選手を供給するためのそれを売り出すための牧場じゃないわけ、はい、まずそこで優勝するために選手を取ってきてるから、うん、その選手を応援したい気持ちはあるけども、うん、やっぱりチームを優勝させるのが球団としての使命じゃんね、うん、ってなった時にそんなメジャーに行けるような選手を優勝もできないのに簡単に出せますかって話よ、うん、はい、そうですね、そうなってきたら優勝させましたと、うん、はい、だから多分優勝したら行って優勝したらポスティングさせるよぐらいのことは、うん、まあ、口約束とか話でもあると思うんだよね、はい、で優勝しました、うん、優勝できましたけど、うん、ポスティングあと大体6年ぐらいが目安だね、ポスティングで言えばね、はい、で優勝させましたけどって言って、よし、じゃあ優勝もしたし、うん、じゃああとは君の子応援するから、うん、じゃあポスティング行こうみたいな感じだったら、はい、球団もやりやすいじゃん、うん、でも
優勝もその選手はすごいと、はい、もうタイトルも取ると、うん、もう十何勝すると、うん、でもチームは優勝してへんと、はい、ポスティングどうぞ言いにくいね。まあそうですね。だってそれでも優勝できなかったら、うん、その選手いなくなったらもっと優勝できないじゃん。そうですね。確かに。まあだって日本の球団は自分たちが自チームが優勝することは一番ですからね。そうそう。で、うん、それに対して他球団のファンがアーダコーダ言う権利はないね。はい、行かしてやるよみたいな、はい、そんな権利ないじゃん。そうですね、うん、それがロッテだったらロッテファンの人たちがもう行かしてあげようよみたいな、うん、もう優勝できなくてもいいよとか、うん、って言うんだったら話は変わるけど、はい、他の11球団が言う話じゃないよね。まあそうですね、うんうんうん、でもそこよ問題は。うわそうですね。でもあれですね、本当に優勝してでポスティングで行くっていうのはまあもちろん球団にとっても一区切りというかあるし、うんうん、本人にとっても日本のチームで一つこう夢達成してからのメジャーで一番いいで、ね、でファンの人も優勝して、はい、ありがとう、ありがとう、あと頑張れみたいな、メジャーでも活躍してくれ、そうそう、だから三歩よしなの、はい、球団もよし、うん、選手もよし、はい、ファンもよしみたいな。いや本当そうですね、うん、でも優勝できなかった場合、うん、ちょっとね、はい、苦しいね球団とファンは、はい、うん、ということはですよ、うん、佐々木朗希投手、うん、じゃあロッテがしばらく優勝できないって言ってるんですか。優勝でだから今だって B クラスだからね、はい、だから今のままだったらって言ってんじゃん。ああそういうことですか。今のままだったら、うんうん、もう多分 FA 取る、はい、前年にしかメジャー行けないですよ、はい、あだから FA 取るのが多分30、31ぐらいだとするから、ただ29とか28とかじゃないといけないって言ってる、うん、ああなるほど。佐々木朗希がすごくなって、はい、FA で生かすのもったいないから多分1年前にポスティングして売ると思うんだよね、はいはい、うんうん、今のままだったらね、はい、でも本当にもっと早くメジャーに行きたいんだったら、うん、ロッテを優勝させなきゃいけない。うわなるほど。みんなそうやって、はい、ね、全員じゃないけど、うん、だそれだったら選手側も言いやすいじゃん、うん、気持ちがいいです、ね、ポスティングをさせてくださいと、うん、優勝もしましたしみたいな、ね、はい、あとじゃあ優勝したらポスティング約束してくださいよとか、はい、言いやすいじゃんね、はい、それを全員じゃないけど達成することがより1年でも早くメジャーに行く近道なの。そうです、ね、でも今のままだったらもう3着です。えじゃあもしですよ、うん、来年22歳、うん、来年ロッテが優勝します、うん、しかも佐々木朗希投手が15勝して優勝します、うんうん、まだ早い、はい、だって6年目安だから、だから来年優勝してもまあ6年、うん、経ったぐらいだったら1回優勝させてるからっていうのはありますか。そうそうそうで行きやすい。ああなるほど、うん、だからでも優勝させない、優勝しないといけない。だから今のままだったら大体メジャーに行けても3中前後っていう。あとはそれぐらい体作ってから行った方がいいよね。まあそうですね、スタミナとかももっと蓄えて、うん、そうそうそう、怪我の方だって大体メジャーに行ったら、うん、はい、7、8割トミー・ジョン手術するからね。はあ、なんか何だってダルビッシュでしょ、うん、で松坂でしょ、はい、大谷もそうでしょ、はい、球児とかもしてるんだよね多分。和田とか、はい、だから結構の高い確率でするのよ、うん、トミー以上絶対メジャーの方がハードですもんね。そうだよ、日程とか、うん、だからそれ仕上げて、だからあんまり早く行き過ぎても、うん、仕上がってたらいいけど体が仕上がってなかったらもう怪我するだけだから、はい、行ったって、はい、だからもうちょっとちゃんと作り上げた方がいいよ。そうですね、うん、でもやっぱり佐々木朗希投手、まあ、日本でも活躍を見たいですし、うん、まあ、メジャーでどういう感じなのかなっていうのも見たいでしょうけど、うん、今のままだったら、はい、30前後です。うわーそっかーなんだろうなー。でもファンの皆さんどう思ってるんでしょうね。でもずっと日本でもそれは11球団のファンの人は言う権利ないよ、はい、いやそうだから勝手に、うん、いやメジャーの活躍見たいなーみたいなそうだからもし本当に佐々木朗希のメジャーの活躍を見たかったら、はい、もうわざと負けなきゃいけないなるほど、そういうことです、ね、負けロッテ頑張れってみんなで応援しなきゃいけない。そうですね。で優勝したら行きやすいと思うけど、やっぱ優勝しなかったら、うん、まあ、行けても FA の1年前だよね。そうですね。まあ、ロッテ、まあ、頑張って、うん、どこで優勝するか。そうだから佐々木朗希も本当にメジャー1年でも早くね、うん、まあ、まだそこまでの、うん、まあ、遠くの方に持ってるだろうけど、はい、まだまあ身近じゃないと思うけど、うん、身近になってきた時に、はい、やっぱそれをさせなきゃ、させた方が言いやすいし、はい、ポスティングのこともね、うんうん、みんなが送り出しやすいから。そうですね、まあ、優勝しないと、うん、ひょっとしたら30ぐらいまでいけない可能性もあります。そうですね、うん、まあ、一番願うは球団も選手もファンも納得の言ってくれるのが一番気持ちがいいですよね。そうそう、だからそのためには過去の事例見てても、はい、優勝、はい、必須です、はい。